光秀が謀反を起こし、信長が本能寺で討たれた。この驚くべき報を秀吉は毛利攻めの陣中で聞いた。戦後秀吉は毛利家との休戦交渉をまとめると、全軍を率いて中国大返しを敢行、京を目指した。常識破りの速さで進軍する羽柴軍は、その途上で摂津周辺の織田勢も加え戦力を増強。信長の仇討ちを叫びつつ京へと進み、ついに山崎の地で明智軍と激突した。山崎の戦い。秀吉様、中川殿ら援軍が合流いたしました。どこまで彼らを信用してよいものかは分かりませんが、備中からの行軍で疲弊した我らの兵のみで戦うよりは良いでしょう。ともあれ我らは、ああやるしかない。ついに決戦の時だ。この戦いに勝利しておいらは夢を叶えねえと。夢ですか？それはつまり。決まってる。天下人になって誰も悲しまねえ世を作ることだ。半兵衛は出会ったあの日からずっとおいらの夢を一緒に抱えてついてきてくれた。カズージ、勘兵衛、それに他のみんなもだ。信じてついてきてくれたその思いに必ず報いねえとな。主、もちろん光秀にだって譲れねえ思いがあるはずだ。信長様を討ってまで成したいことがな。だがそんなのおいらの知ったことか。よっしゃ行くぞ。この戦勝つのは羽柴秀吉だ。一丁手柄を立ててくるか。主の手駒となりましょう。信長様の敵勝手承知。光秀を許すな。必ず討ち取るぞ。中央砦の守りは味方に任せよう。我らは南より溶かし昇竜寺城を目指す。敵は所詮無謀の衆、皆恐れずに進むのだ。本陣は必ず守り抜いてみせよう。討ち死に。こいつはどう？次だ。討ち死に。カズージの動き、まさに電光石火だ。敵将仕留めた。討ち死に。討ち死に。次だ。討ち死に。おいらの出番だ。おお、やるではないか。これ以上進ませるかよ。中川、山麓の砦を抑えるぞ。あれを子飼いに指図されるとは、我らが猿と対等であると分からせねばな。開門。よし、俺
それで川を渡れるな。中央砦を守る兵らは疲弊しているようだ。今あの砦を落とせば敵本陣への道も開けよう。延命寺川を渡り中央砦を攻め立てる。砦を制圧し敵本陣へとなだれ込むのだ。承知。この勢いに乗じて我らが天王山を制圧するのだ。動きを探られてたか。情報を持ち帰らせてたまるかよ。よし、これで進軍が知られることはないはずだ。みんな怒涛のごとく攻め立てよ。明智の力を知らしめるのだ。くそ、砦を落とされちまった。まずいな、明智の気迫に味方がすっかり飲まれちまってる。明智の進軍を許すな。ここで止めるぞ。みんな奴らの勢いに飲まれるなよ。一度でも諦めたら勝機はつかめねえぞ。くっ、橋豆折り返したか。アーメン、恐竜事情は我らが守り抜く。我らはまだ終われぬ。殿の対岸を果たすためにもここは下がらねば。合点承知。足場は勢いを取り戻したのか。一度引き体勢を立て直そう。奴らは城へ下がるような。よし、この勢いで追い打ちをかけてやれ。橋場、中が城一つ落とすのにどれほど手こすれば気が済むのだ。まさか我らを戦線から外し功を独占する腹積もりか。なんと強欲な。このまま秀吉に利用されるだけで良いのか。我らと共に新たな天下を築こうぞ。猿に手よく使われるのはもうごめんだ。我らはこれより明智につく。造作もねえな。これで城の守りは薄くなった。鉄砲隊がやられたか。この明智十兵衛を邪魔立てする者は誰であろうと切り捨てる。残念だったな。光秀さんはここにいねえよ。美月、お前は殿のもとへ行け。このままそれがしに任せるのだ。ああ、分かった。あとは頼んだからな、利光。貴様らはそれがしがうがとう。よくやった美月、利光。おかげで天の小山は無事我らの手に落ちた。今こそ好機だ。全軍敵本陣めがけて進め。うっそ、昇竜事情はおとりってことかよ。水秀のやつに一杯食わされたか。天王山が奪われただと。まさか中川殿らが手を引いて本陣に到達されるわけにはいかない。急ぎ敵を倒すのだ。殿、おいら出番だ。承知。どうか
討ち死に。としみつ、お前の覚悟痛いくらい伝わったよ。開門。としみつ、お前の覚悟無駄にはしない。なんとか劣勢を覆さねえとな。神代古兵を使って何かできねえか。とよっへっへっへっ。天下無双、悪くねえ響きだ。これで本陣の安全はしばし守られよう。攻めきれなかったか。おりゃっへっ。やっちまうぞ。そうだ、神代湖の音で増援の大挙到来を装うってのはどうだ。北は敵の守りも薄そうだ。よし、神代湖兵を呼び北から天王山へ向かうぞ。川を渡るためまずは砦を制圧しねえとな。承知。実勢を読み違えたか。開門。合点承知。開門。哀れ、オイラの出番だ。承知。そんじゃ準備はいいな。そら景気よく打ち鳴らせ。この音はまさか羽柴の援軍か。合点承知。開門。あれ、この音は味方か。よし、我々も天王山を攻め進むぞ。合点承知。光秀さんは俺が守る。この気配はさすがに見過ごすわけにはいかねえか。いまだ地の利は俺たちにある。芝勢を迎え撃つぞ。この乱世を見届ける。親父の願いは承知。俺の使命だ。俺のため散っていった者のためにも乱世はここで終わらせねばな。開門。新たな天下を作る。よっしゃ、やってやるぞ。来たな、カズージ。悪いが今回ばかりは俺も容赦しねえぞ。言ってろ、バカが。始末は俺がつけてやる。主の邪魔はさせねえ。美月、お前はそこで寝てろ。お前の考えなんて関係ねえ。信長様の仇を討って天下をつかめ。ただそれだけだ。やってみろ秀吉。お前にそれだけの器があるならな。秀吉、そこまでして天下が欲しいか。その覚悟を俺に見せてみろ。おいらにも作りたい未来があるんでね。ここで立ち止まるわけにはいかねえんだよ。行くぞ。手柄はもらった。おいらこそ天下無双の秀吉様でい。やるな秀吉。どんなもんでい。あと一歩及ばなかったようだ。くそ、こんなところで。Hey!
貴様の器、天下には届かぬようだ。ここまでか。秀吉様、主。勝ってもこのざまだ。ありがとな、お前たち。秀吉様、大将首を。もういい。秀吉様。死ぬな。しっかりしろよ、光秀さん。あんたはまっすぐすぎるんだ、昔からな。信長様の仇討ちはなった。引き上げるぞ。天下も左文字もすべてこの羽柴秀吉が手に入れる。